どうも、寺田です。今日もミンゴリやっていきましょう。手に入ったんで、どうしようかな。とりあえず一回どっちが得点高いか見ます。しかも入ったんじゃない、これ。ずれるね。これ打つ瞬間の状態で傾いてるなんてことある？それはありえないのか。設定上ありえないか。ありえないか。いや、でもなんとなく左に傾いているような気がする。よし。これは左に傾いていて、これ5じゃない？5を傾いてない？1、2、3、4、5。そんなことはないか。いいわね。よし。手前じゃなくて奥かな。奥の芝生か。やっぱりこれ傾いてるように見えるな。傾いてるように見える。あ、これこのまま打とう。左に行くと思うんですよね。また外した。左に行く。どう？
この傾いてるがどれほどのものか。80センチぐらいか。いいよね。よし。さてと。はい。左に、これはわずかに左だから、このまま打ったら左に行くと思います。あー、右か。これも左に行くと思うんだよな。左に行くよね。今回はちょっとだけある。調整する。左に行ったけど、よし。スピンかけない方がいいか。ちょっとスピンかけないでいきます。これも左に行くような気がする。やって1だな、やっぱりスピンかけない。45センチで3105。ああ、外した。まあ、いいか。5105。バーディー5105。よし。で、クラブを変えます。この前手に入れたクラブ。5105だったね、今。こちらの、最大が110。だけどボール持ってないのでフルは使えない。この状態でどっちが高いかですね。ちょっと試そうと思います。 1.8 倍か。どちらも 1.8 倍。ただ、低反発じゃないのでどうなるかですね。ちょっと打ちますか。ブレ、左か。外した。どう？2700。
4700。よし。期待に行くのか。で、ああまた外した。まあそれでも 1.8 ついて、まあまあまあいいかまだ。2100。よし。さてと。今開いたね。これも左に行く、いや右に行く、いやいや左に行くか。あやべ、何もしない。 OK、 よし、最大の点数が分かる。これでいやー厳しいか。 1m3060。 5060。 よし、前のクラブだと5150だったから、ちょっもうちょっとつけてからかな。いや、どっちが上か。惜しかった、今。左だよね。これも左行く。オッケー。よし。これで3060。はあ。そっか。5060。1.8 倍だと得点、 1.8 倍だと低いんだ。そっか。ローチャレ最大1500ポイント。このローチャレが、でかいんだな。1500ポイント、これでかいんだ。 1.8 倍よりもこのマインドチャレンジの方が恩恵がある。
なるほどね。まあこれ 1.35 倍のジャストインパクト込みだからね、それもあるか。なるほどね。それでポイントに100ポイントの開きがある。なるほど。ただしボールがない。イースターチャンス 1.4 倍か。ボールも含めて 1.65 倍。SPBP。あー、そっかそっか、 SPBP か。こっちは SPBP。 最大110%、210、一進チャンスショット2、ティーチョーちゃん 1.65。 なるほどね。なるほどなるほど。チャンスライズは 1.35。 マイチャレが一番いいんだ。まあそこの1500プラス超ジャスが働くからか。超ジャス2が 1.45 特大で。1.35 な、チャンライが 1.35。 ボールだな。ダイヤモンドボール0、超チャンスショット0、 100% か。スイングアイハニカンボール超チャレンジ、超チャレ、1500ポイント。やっぱこれ強いんだな、1500ポイント。おっと特大だと最大2400ポイント。これがでけんだ。なるほどね。スリングアイハニカムボール。まあ、これは小しかないですけど。と、風神会か。これの超チャレができたら、一番いいのかな。2100。スリングアイハニカムボールのスリングアイクラブが手に入ればかな。ウェーブ、これありだよね。これありなのにプラ4だから使えないんだ、最悪。カスタムはスリングS。これがプラ5だったらな、このボール使えるのにな。クソボールじゃん。これか、スリング P チャームボール。なるほど。低弾道無風はいい。とてもとてもいい。シュバリエショットは 1.4。 コンディ、
スリンガーエポックは 1.7 倍か。で、超スパが 1.1500。 フリーズボール、フリマ、フリーズセンス、うん、インペルアイリボルバーで、アイビーチャンスショット C は最大 1.25 倍。なるほどね。連続ジャストチャンス特大で 10% か。なるほど。デュークスエンペショット、すごいよな。40ヤードアップなんだ。最大55ヤード。エンペラチャンス 1.55、 ステイブルショットな。エメ SPBP100%、 レンチャンインパクトダウン、これぐらいかな。ダイヤモンドボール3 1.7 か。ブルーム1500はいいね。で、最後風の影響を受けないんだ。ブルームチャレンジの特大はこれすごくね。これすごいな。インペアルブルームボール、ブルームクラブ持ってない。これは使えるんだろうな。一番得点が高い、そして無風はすごい。こんちゃんチャンスセービング、超チャンスパワー、最大750、悪くないかな。ジャストインパクトし続ければってことか。効果 SPBP30% アップ。こう2つの効果があるか。最大750、半分なんだな。1500じゃない、半分なんだ。インペアルアーマー、半分か。これを組み合わせたらどうなる？まあ変わらんでしょうけど、一回だけやりましょう。何か加わるようなことはなかったと思う。どっちかいい方に傾くか決まってるか。このまま打つと左に行くと思うので調整します。で、下は使わない。マイチャレを使う。これで得点が高くなるなら、このスタイルでいく。1.35 71 3105。
さらにないか。ないんだ。まあジャスチャンすることが大事だな。これどう？ジャスチャンの意味あるね。チャレショーつく、チャレショーがつく。ここか。35175、最大打点出たね。なるほどね。これか、これか。今ここの133316なんですよ。だからこれを上回るんじゃないかなと思うんだな。このクラブを使えば、このクラブとボールを使えば133316を上回る可能性がある。ちょっとやっていこう、やってみよう。ないか。いいわね。まあこれはないか。ないかな。ないか。一回で決まるといいんですけど。3、1、3か1、3。3にしとくか。でもう一回見る。まあいっかって感じか。入る可能性はまあある、普通に。でマイチャレにし、マイチャレなんだ。そうだ、ここマイチャレか。厳しいか、こうなるのか。5か。しかもまあこれ決めるの厳しい、これ決めるの厳しいな。チャレショーがつくんだな。まあ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 、それ普通のプレイだったら意味があるんだけど、どう？そうじゃない場合は意味がない。アルバトロスで決める場合は得点つかない。この組み合わせありなんだ。やっぱこれ強いんだ。通常のプレイだとこのインペラルアーマーボールは使える。このジャストインパクトチャレンジがやっぱ使える。すごい。効果もあるしね。これはね、いいね。とてもいいね。ジャストインパクトチャンスチャレンジ、いいね。他はないかな。アプローチチャレンジ。風の影響受けない。条件なし。アプローチチャレンジか。一発。なるほどね。ショット。サイドスピンで 1.5倍。グラショ。1.5倍。超ロングキャリー。超ロングキャリー。最大30か。ツイスト、ドライブ、精密ショット。で、チャレショがなしで1503回。
悪くないな。3発打てるのはいいな。ただ無風があったら最高だったってことかな。ドバイ精密ショット。まあこれ無風がないんだな。3周年記念ボール、チャンススロット、100パッドスロット、ロールショット、ティーパワーショット、スリングピー、チャンスライス、チャンスライズが 1.35、 なるほどね。一進チャンスが 1.5、 1.65、 これの上位互換か。こっちがジャストインパクトチャレンジが、あ、でもこれは SPBP5% で750ポイントなんだよな。あ、違う、え、あ、750ポイント。そうでもないか。連続ジャストチャンス。1.2倍、1.2倍、1.3倍、まあ、栄枯盛衰やな。 1.5倍、ジェイドパワー、ジェイドチャンス、 1.4倍、コンディションチャンス、ストレート、レイニーチェンジ、ラージインパクト、ストレートショット、 1.4倍。ライジングアシストくらいか。ジャストチャンスが 1.3倍、ティーショットチャンスが 1.6倍、1.4倍、風乗り、ライジングチャンス、 1.25倍、チャンスショット無風、 1.25倍、ジャスチャン、 1.3倍、まあさすがにここまで深く掘るともう出てこないか、特殊なものは。このぐらいかな。じゃあちょランクマいきます。
363か。363超フルか。はい、4メーターの風、こんぐらいじゃない、これぐらいにすっか。ぴったりでいい 6.3 した。ちょっと弱めかな、けどまあ2ヤード強めに打つか。うわ外した。どう？負けたか？これ負けたでしょう。いや宿砲強いわ。一応チャレンジショットが入る。どう？なんか来た。7倍やったぜ。ファラガー、ファラガーか。これもう間違いなくフルスイで、9メーターの風がやだな。12これぐらいかな、さすがに。でぴったりで打ってよし。いやー、9メーターの風をこれで済まそうとしたらダメか。いやまあ打つか。打たんとわからん。打とう。ちょっと飛んでるね。12.8 した。うわ外した。どう？まあ頑張った。まあ頑張ったけれどもけれどもだな。まあまあちょうどよかったね。でもよかったよかった。これはラフか。勝ったか。これ勝ったでしょ。これはいやー、でも2打は余裕があるから、よしこれでいい、これで勝ち。相手もこれ外すでしょう。頼むぞ。入る、入れる、そこは入れてくる。ただ勝ちは勝ち。よし、よし、よし。くそ。
どうしよう、何もしなかった特に何もしなかった。ブリヂストンゴルフカップこの状態でいくか、さすがにないか。一応この動画はここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。